藤原日記第4話平成19年4月10日オリエンテーリングが終わりいよいよ今日から僕の大学生活が始まった講義の合間には憧れの京都をぶらりと散歩してサークルにも入ってまあ勉強もちょっとしてそれから可愛い,い彼女も作っちゃったりして夢が膨らむああ リア充になりたい何それ日記うわ豆やなあそれいつも書いてるんあんまり見るなよ。ごめんごめん。でも人の日記っておもろいやん。また気向いたらやましてな気が向いたらね。あ、俺、源。自分名前はえっと、藤原だけど。藤原な。お前あんまり郷土人っぽくないな下宿生うん、まあ。そっか、俺超地元やねん。あ、あいつも高校一緒。 紹介してあるわ。おい、しの。ああ、おはよう。か、かわいい。こちら、藤原。地方から出てきたんやって。はじめまして、藤原くん。よろしく。よ、よろしく、しの、じゃ。いや、もう、しのでええよ。京都弁女子、来たーなるほど。一目惚れか。そうそう。初めて見た瞬間から。 で、何勝手に人の日記読んでるんですかあんただって読もうとしたでしょ別にあれは事故みたいなもんででも確かに人の日記読むのって面白いよねああもう思い出にしたって古い日記なんて持ってくるんじゃなかったしかしこの頃に比べると今のあんたの日記って気取ってる感じがするわね別にそんなこと誰に見せるわけでもないのに妙に物書きぶってるっていうかう,うるさいないいんです これでも物書きの端くれなんですからえ、そうなの一応ね、小説家なんですよデビューすらできてないけど小説漢文のこと漢文とはまた違うというかそもそもそういうジャンルじゃないというかこういうやつですこれは物語ねまあそうですね僕の専門はミステリーなんですけど 毎回トリックを考えるのがほんと大変で。聞いてますいいわね、これ。はや、もう読めたんですかええ、面白くてすぐに読めちゃったわ。面白いですか他にはないの今は旅行中なんで、それしか持ってきてないんですけど。もっと読みたいわ。なんかないのあなたのじゃなくてもいいから。ええー。あ、じゃあ本屋でも行きますか。そこなら山ほど。よし行くわよ。え、ちょっとだから、 勝手に人の体を操らないでくださいってば、違う、本屋はそっちじゃなくて右